新型コロナウイルスのワクチンの集団接種に備え、接種の流れなどを確認するシミュレーションが小野市で行われました。4月から予定されている新型コロナウイルスワクチンの集団接種に対応するため、小野市では大規模なシミュレーションが行われました。訓練は実際に集団接種が行われる会場で実施され、地元の医師や看護師らが住民役のおよそ40人に対し、問診やワクチン接種の動きなどを確認していました。人の流れは、急大点をつけてもいいのかなということは思いますが、ただ、今回、一部その問診部分で滞留していたところがございますので、そのあたりは今後、改善していければなというふうに思います。小野市では、今日得られたデータをもとに、集団接種の改善点を洗い出し、4月以降の本番に備えたいとしています。